大体朝6時半までには、はい。そうですね、まずは、まあ、店内 の、 あのお店の準備をやります。いやいや、もう慣れてますんで、はい、そうですね、朝結構ね並んでいただくんで、やっぱりね、産直場なんで、そういった、ね、旬のものを求めて来られる方が多いので、よいしょ。7時半になると搬入に、はい、の時間になりますので、生産者の方がどっと、職員の出勤状態のチェックですね。おはよう。おはようございます。はい、じゃあ開けます。開けます。はい、お待たせしました。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。お待たせしました。はい、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。値段のラベルの発行をこちらでやっていただいてます。混雑するので、前日とか事前に発行してて、家で荷造りしてるのタイミングでラベルを貼って持ってこられる方も多いです。農家の方がご自身で決めていらっしゃいます。スーパーさんであったりとか、そういうところで参考にされてるのもありますし、こちらにも市況市場での売買されている値段って言ったらいいですかね、の情報をですね提供させていただいているんですが、そういったものを参考に商品の値段を決めていらっしゃいます。昨日ありがとうございました。早速マンコ始めてくれた骨か、ね、今そこで降りました。全然よかったよかった。今日ね、小松菜とほうれん草が入ってきたんです、はい、あれをちょっと出してほしいんです。今日品薄なものの補充っていうことですかね。よろしいですか。朝礼始めます。はい、おはようございます。おはようございます。月曜日の報告からです。月曜日の お買い求めいただいたお客様の方、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。特に誰っていうのは決まってないんですけど、今日今は私が作ってます。はい、生産者の中にはですね、ご自分で栽培されているお野菜であるとか、ご自分でポップを作っている方もいらっしゃいます。
農家の方が農協の方にイチゴを出してくださってるんで、それを集荷所の方に取りに行っている。本来であれば市場の方に流れるんですけれども、その分を分けていただいているというような格好になります。お疲れ様です。よいしょ。加工食品の年に1回いろんな書類を提出いただくんですが、簡単な説明会というのを今から、はい、始めます。さんさん広場滝の見店の西村です。よろしくお願いいたします。お漬物を出されている方はですね、十分気をつけて、やっていただいたらと思います。店舗の名前であったり会員の番号であったり、朝ですね、お持ちいただいた時に場所に置ききれないので、下にこういったカゴを用意してまして、そこにストックとして置いて、店の棚の方が空いてきたら、うちの職員が下から上の棚に補充すると、追加で持ってきてくださる生産者の方もいらっしゃいます。ご指定いただいているアドレスにですね、売れ行きの情報をお送りさせていただいているんです。要は売上状況が分かるって、メールで届くっていうことなんですけれどもね、はい。もう私今日終わりなので、あとは残りのスタッフに任せて帰ることになります。じゃあお先失礼します。やっぱり一番は新鮮さ、それと旬のものがたくさん集まるって、なかなかねスーパーにないような食材があったりもしますので、それが楽しいのかな、新しい発見があったっていうのをよく言われますね。物を買う、購入するっていうことだけでなくって、いろんな情報を持って帰っていただけたらなというふうに思ってます。